そうですね、あの全く僕はアメリカ知らないんでもう日本の、ねえー、子供としてもうともかくわんぱくで自分朝好きなことをや,やらせてもらいましただからあの,あのこういう生活ができるっていうのは僕にとっては当たり前だと思ってたんですけどその当たり前の生活の資金がお金がアメリカから来ているってことは全然知りませんでしたしね僕にとってのアメリカっていうのは自分の家にあった家具 それから食器類、それから親父が持って帰った道具あの大工道具とかいろんなあの道具そして僕のおもちゃほとんどアメリカ製のもんでしたからだから僕にとってのアメリカっていうのはあれですねそしてもう一つはねアメリカにとって僕にとってはもう本当にもう嫌で嫌で止まらなかったのがジンパンパツです。僕が小学校のと時にねあのわんぱくであの学校のユニフォームをもういつも汚さ ところがあの、梅雨になるともう鹿児島なんかはひどい時なんかはもう二日,日間ぐらいもう雨が降り続けるんで洗濯しても乾かないんですよねでユニフォームが二つとも <laughs> お袋が洗っても乾かないんでお風呂は投げてたらおやじがこ「このやつはもうどうしようもないから純パンと履かしてやれ」って言ってで順パンと履いて学校へ行ったら。 もう、校門入った途端にね、全校生徒って言ってもいいぐらいに囲まれちゃって、なんだなんだお前は、そんななんていう人ちってですね、もう本当に、いや、ジンパンズで、女級生には小突くやと思いますしね。